ち上がるのは足、このスコールが大きい、スコールも飛んでいる、ブレンバスターどっちだ、ブレンバスターどっちだ、小橋か、小橋だ、一つ打たれれば一つ返す、ドロップキックで場外、小橋が追うぞ、小橋が追う、武道館大会世界タッグの挑戦の前にスペースクラッシャー小橋健太、その前にこのアジアタッグ戦があります。これは来週放送の仙台大会、同期の菊池剛と組みまして、タンナムエクスプレスのアジア王座に挑戦します。阿波さん、もしかして、もしかするとアジアと世界をという夢も、もう小林はそんな気持ちで行くでしょうね。そうでしょうね、まあ、アジアのこのタイトルマッチが決まった時に、お、鶴田を早くも牽制、その上をその次は狙いますというふうに先を先を決意を語ってくれました、この小橋健太。そして最終的には武道館でやはり三冠、田辺さんの後にはという思いでしょう。さあ田辺、田辺のところだぞ、ものすごい、ものすごい、エルボを打っていく、そして鶴田にもスパッと打っていく、小橋気合が入っている、三沢は縁にパンチャー、ショースライドに乗っている、田辺が鶴田を打っている、そして川田のパンチャー、ジャンボ鶴田に打っていきました。生き生き挑せない、あ、それもそのはず、三沢と小橋が武道館で世界タッグ、そして川田が三冠、挑せライドに乗ってくるはずです。小橋健太のローリングクレイドル、まだこの2人の戦いが続いております。小橋と縁、どうだ、前々週放送のファン感謝で小橋健太のムーンソルトプレス、36分縁を仕留めております。さあ今度は三沢、三沢のドロップキック、三沢のドロップキックだ、縁を捉えている、縁のダメージが深い、そしてフライングボディアタック、カウント入る、カウントは2、大阪大会の4対4対決、残りチャンピオンカーニバルで、この今ツータクのエルボーを打ちました、この縁を破っております。それだけに縁としては負けられないところ、さあいい形でツータにタッチ、ツータが出てまいりました、ツータと三沢、武道館大会世界タッグで、さあこの2人が当たります、エルボー合戦、エルボー合戦、相手がボディウィリアムスでなくて、この三沢燃えてくるよとツータが言えば、燃えてくるならそれを消してやるという三沢、さあ打たれながら不思議に指示を出したぞ、おっと不思議は動いた、ああ、こういう戦法を取っている、そしておっとセカンドロープからの早くもバックドロップ、馬場さん、鶴田選手は打たれながら不思議選手に指示を出していましたね。もうここはね、不思議も鶴田も百戦錬磨ですから ね、 距離は20年ですから、はい、これまで本当に調査ライブを苦しめてまいりました。お、張り手、ジャンボ鶴田の張り手、張り手というよりは張り倒すという感じ、それからチョップ、チャンピオンカーニバルでは引き分けました、この2人、鶴田の通算2勝1敗1負けというこの両者の対戦成績になっています。さあ岸が、おっとマットを引き離した、引き離した、そばにも田辺が入っている、何をするのか、世界的チャンピオンコンビ、アームボンバー、アームボンバー、北斗札幌で爆発、場外アームボンバー、武道館へはまだ4週後放送ですのに、もう早くもヒートアップ、三沢動けません、田植え思い切って打ちました、田植えがね、全シリーズ痛めた足を今また痛められましたよね、あ、左足ですね、ですから本人が中へ入れない分外でやろうとしてるんじゃないですかね。なるほど、その田植えの開幕戦、この左足の具合ってのはどう、馬場さんご覧になりました？ね、そう、全て治ったというわけにはね、やっぱりいきませんよ、その痛めたものをね、はい、その辺り2週間や3週間ででも、やっぱり辛抱して出てきますからね、はい、それがレスラーです、ヒレイコのレスラーストロップ、ジャンプずれた、追いかぶせる、小橋が出るところを縁がカット、カウントは2、三沢は自力で返しています。まあその辺りジャンボ鶴田選手は田植えの、失礼、三沢選手は田植え選手の出来具合を今日はじっくり見させてもらうよというふうに話していました。世界タッグ戦で田植えが本当にいるだろうというふうに三沢は話しておりました。さあ今度は
古田が、淵が、そして田植が交互に攻めていきます。三沢がちょっとロンリーバトルになっております。トップロープ、あーやはりちょっと左足を引きずっています。田植明大丈夫でしょうか。世界タッグは4週間後放送の武道館 6.5 です。最終戦ちょっと心配です。さあ淵のグラン、いやスリーパー、今グラウンドに入りました。再三この2人の攻防はこのスリーパーあるいはフリースロックの攻防でした。落とせコールが飛んでいます。淵正信ねじり上げます。三沢うずくまりました。今日もあのまた動きを封じる自在のキックが出るんでしょうか。三沢が増す、三沢コールが増します大きくなってまいりました。馬場さん、この三沢にとりましては、まあ、三冠は川田に、まあ、ここのところは任せる応援するという立場になりましたが、この三冠戦についてはですね、反戦戦が続いていてから、まあ、気持ち精神的にこの切り替えが必要かもしれないというふうにジャンプラリアット話していましたが、レスラー心理としてどうしたどうなんでしょう。ちょっとこの間を置くというのも大事なことなんでしょうか。まあ、そうでしょうね、はい、ですけども、まあ、川田が勝ちますとね、まあ、三沢も喜んでいるだけというわけにもいかないんじゃないですかね。喜ぶのはもしかしてファンかもしれない、川田対三沢の対決が見られるいう夢もファンの皆様いやかもしれません。さあ今度は鶴田、鶴田の三沢、あ早くも武道館はスリーパー合戦だよと話しておりました鶴田ですが、うん、これを巻き投げで投げられません。ただこれを巻き投げで防いでいたんですが、鶴田がそれをディフェンスしました。馬場さん、これちょっとしたところにも、いや富士もね、ジャンプもよく研究してますよ、ね、横に、体勢を三沢を横から攻めてますでしょ。はいはい、まあ、今三沢下向きになりましたけども、80分が経過しました。それから馬場さん、三沢選手はこんなこと言っています。ラリアットは絶対、例えばハンセンと戦った場合絶対切ってはいけない、これももちろんなんですが、これからは今までの反省も含めて一発食らってもいいと思うくらいで攻め込まなければいけない、これはどういうことなんでしょうか。もうね、絶対食ってはいけないんですけども、疲れてきたらね、そうはいきませんからね、もう向こうはそれを狙ってるんですからね、それだけを大事にしてるんですから、さあ三沢田植のラフファイトになっています。それから、まあ、これからは形を気にしないでヘッドバットを出すくらいの気持ちで反省なんかに向かっていきたいというふうに三沢は話しておりました。まずは三冠戦は川田が臨みます。その後狙うという感じの三沢であります。さあ今度は淵コールに押されまして、またまた、おお今度はサードロープを使って三沢の喉のあたり、これを攻めております。まあファン感謝デーではこの淵にですね、調査来軍が同じように淵の攻めを淵に返していったわけでありますが、今日は淵、だってね、やっぱりまあ彼はその三沢とこう体力的に変わらないように見えますけども、はい、どうしても体重が三沢ではありませんしね、そうするとこういうことをやっぱりやっていかないとね、自分が危なくなりますからね。そうですね。しかしそれにしてもいや引き出しが広いと言いますか、いくらでも出てまいります。まあ、このぐらいやりますと、ちょっと感心してしまいますね。あまりにもレパートリーがありますんでね。淵正信です。さあジャンボツーと馬場さんがビッグ馬場という名前でこの全米をカットした時にこういうラフファイトも見せたということなんですが、ここまではどうなんでしょうか。ちょっと聞こえませんでした、ね、そうですか、はい。まあ、それにしても荒っぽいファイトを見せます淵正信。タバーの体勢エビ、淵正信です。ドジャースの挑戦を浜松で受けた後、まあ、その後には小川菊池あるいはマレンコリチャードもこの世界ジュニアの座を狙っています。淵から鶴田へ、さあエルボー反撃の木をまだ狙っておりました三沢、しかし膝が飛んでいきます。ジャンボ鶴田待ち受けて回転エビは三沢潰すか、鶴田潰した、パンチ一戦ジャンボ鶴田。世界タッグはぜひ防衛したいでしょう、初防衛戦
守る方が大変なんだというふうに言っていました。この鶴田、2本ベルトがありますでしょ、PWF タックと、インタータックと、はい、馬場さんと組んでいたやっぱりインタータックをどうしてもこう先に巻いてしまうというねジャンプ選手なんですが、それだけ愛着を持っているわけです。さあタウを呼び込む、タウを呼び込む、このタウを言っていました。初めて鶴田さんと組んだ頃はもうカチカチだった、でもやっとなんとか鶴田さんのお荷物にならないように世界タッグを取ることができた。涙の王座ラッシュでした。今ちょっと足を痛めていますがどうでしょうか。初めての防衛戦です。ママさんもこの例えば偉大なレスラーと組んでこうカチカチになっちゃったなんて経験はありますか。あ、それはありますよ。ありますか。そうですか。あ、膝を痛めた田上明。さあ隙が出る、隙が出る、川田が離す、川田が離す、石原が離す、田上を痛めつける。さあ川田が出た、武道館対ハンセン戦、キックが行く、キックが行く、鶴田にも打った、ハンセンにも打った、あのローキックが行きます。そして田上をロープに飛ばします。ラリアット大川田ゴールカバー、川田の動き生き生き。先週放送の後楽園では垂直落下ベンバスターをスリンガーに持っていきました田上。今日も生き生きしています。田上の左膝をミリクラッシャー付けの上本部席、世界タッグを挑戦しますのは同胞の伊沢小橋でありますけども、援護射撃であります川田橋。この痛めている左足、田上の左足に集中攻撃、今度はまるで超スライ軍が縁のようになりました。あのファン感謝デーと同じようになりました。川田から小橋へのつなぎです。世界タッグダッシュなるかどうか。来週放送の仙台対カンナムエクスプレス、左足を攻める小橋。今日そのカンナムエクスプレスはフルトン兄弟を破って4度目の防衛、アジアタック王座を守り、そして今日ボディスリンガー組と激しい戦い、果たしてラッシュなるかどうか。アキレス腱固めに入っている小橋健太、カットに入る福島サラブ、川端淵がリングで対峙しております。さあ小橋がその淵に村井田に原稿を見舞いました。そして抱きかかえるバックドロップ、田植を投げた、カウントは2です。チャンピオンカーニバル、川田がスパイビーに勝ちました。小橋がウィリアムスに引き上げました。田植はハンセン、ウィリアムス、スパイビーに敗れています。そしてその後リタイア、悔しいでしょう。やはり川田が縁になった、川田が縁になった、小橋が縁を転生、和田恭平のフリーのチェック、その下にドロップ、小橋。馬場さん、この超世代軍の攻めどうご覧になりますか。いや、それはね、ジャンボ軍がやったんだからやられてもしょうがないですね。しょうがないですね。やられたらやり返す、まさにそのうちで言っている超世代軍であります。さあ今度は川原が馬乗りの体勢、三沢も加わる、今までの縁にやられた分、田植を、そして縁を順々に捕まえております。川原の白木、おお、これはジャンボ鶴田選手がやる足殺しです、膝殺しです。田植悲鳴を上げる、田植悲鳴を上げます。2年前の札幌大会対ハンセン戦、初めてハンセンとやりました川田、その時には短時間で敗れ、外人とはやる気しない、こういう風に話しました川田俊明。しかし今俺の名前をまだハンセンは知らないだろう、なら覚えさせるファイトをすると言っています。武道館への大津ゴーアンドアロー攻撃、川田俊明、ハンセンはこの川田の名前も覚えていないはずはないんです。しかしそこまで言ってのける川田、ジャンボ釣れたカットに入りましたが、やるせない、やるせない王であります。さあ三沢ミスハルダ、何が何でもこの田植を仕留めたい、スピンキック、三沢ミスハル。前回放送の開幕戦では後楽園タイガースープレックスを見せてくれました。三沢も乗っています。世界ダック決定、挑戦決定、田植とやり合う、田植どうしてもあの
左足首というポジションを考えると、まあ、やっぱもう踏ん張れませんからね、踏ん張れない、チョップもちょっと威力がありませんでした。海部明どうなんでしょうか、馬場さん、こういう例えば故障あるいは試合中のアクシデント、そういうものがギロチンドロップ小橋あってもなんとか乗り越えていくのがチャンピオンと言ってもいいですか。そうです、まあ、はい、ここが痛きゃ、ね、右が痛きゃ左で勝負するという、なるほど、ね、ことをやっぱり考えていきますからね。ハンセンが左腕を破壊された時に右で勝負しましたね。そうですね、はい、そして最後は左のとどめ、おっとこれはストレッチ攻撃できました小橋健太、完全にタウの動きが止まっています。タウエドをする左足首負傷、ややダメージ腰と見ました、口がカットに入ります、かきむしりのような格好でひっくらがしました、ウサーが出ます。誰が一体キーポイントを握るのか、このシックスメンタッグマッチ何回も言います、51分、そして45分やった全日本プロレスの黄金カード、シックスメンタッグマッチなんです。サソリ固め、徹底した足殺し、河村俊明スリカ、マラステップオーバーしない、マラステップオーバーしない、あのファン感謝で馬場選手とのセキスメンタッグマッチも実は馬場さんにジャーマンを打ちたかったよと、あーミサーとの連携、そういう風に言う河村俊明です。サスリが手に入りました、目は鶴太郎を打っている、田植えはこらえる、田植えこらえる、あー挑発、河村得意の挑発、馬場さん言うこともやることもな、本当に川田なんて言ったらいいんでしょうか、頼もしくなりましたね。三冠戦が決まりました川田俊明です。馬場さんにジャーマンなんていうことを言っています。さあ三沢のジャッピングキック、完全に青いコーナーに釘付け、田植え明です。三沢と田植え、おっと今度はトップロープを利用して太ももの内側から下のあたりキックを打ち上げました。今20分が経過しました。川田の、失礼、田植えの表情がだん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 時間をごとに詳しく苦しく苦々しくなっていきます。さあ小橋がいつもやられている、これは2クラッシャーです。サソリ固めの後は逆エビ固めが待っている、ロープブレイク許さない、もう一度ねじ上げる小橋健太、張り手を打つ、張り手を打つ、足から顔面へ攻め手を変える、これは挑発している、側面へ打つ、田植え立ち上がる、このチョップはどうだ、さあ喉輪締めはあるか、なんだこれは、喉輪です、喉輪です、左手は突っ張りのように打った、もう見えも外聞もない、音も外聞もない、形もひったくりもない、タブレ起こった、あーしかしエルボー、しかしエルボーの洗礼、まあね、こういう、まあ、今のタブレの怒りなんか、これはもう出てほしいですね。今までタウエにこういうところはなかったですからね、はい、そういえばこの川田とタウエやるときはタウエがいつもああいうふうに8分と言いますかね、なるんですよね、これが出てくればタウエ本物です。左足の痛みもおそらくその気迫精神力でカバーできるんではないでしょうか。今川田との交わりでちらっとそれが見えました。さあここは縁にタッチ、さあ縁ボールだ、場外に川田を投げるぞ、鶴田が待ち受けているぞ、ジャンボ鶴田、おっとジャンボ鶴田も、おっと上から来た、さあおっ、あーかろうじてかろうじてマットの上か、ギリギリのところハイルドライバー打ちました、マットに出てもねダメなんですよ、頭床に打ってますからね、この頭頂部は床のところか、さっきのまさにお返しであります。ジャンボ鶴田形勢が入れ替わりましたか、足が下がさずに今日はこういう場面が非常に多いんです。ラフな展開になりました。今度は淵と鶴田、やられたらやり返して、馬場さんさらにやり返しがあるわけですね。いやー、面白い一戦といいますか、壮絶な一戦になってまいりました、まあ、しかしこれがプロレス、これぞプロレス。さあ淵が馬乗り、河原の仕分けに馬乗りであります。
ガンのように体を踏みつけ、福間学ぶ。今日はまだ福選手の関節地獄が見られておりません。というよりはこういう連携を使ってのラフファイトが多くなっています。福から鶴田へのつなぎ、さあジャンボ鶴田、まずはコブラツイストだ、強烈だ、拷問コブラが始まった。2人の戦いはいつもこの拷問コブラ合戦、今度は引き寄せた、首が横に曲がっている、まさに拷問コブラ。そして淵が、さらにこのコブラに力を加えました。馬場さん、聞いてますと、調査ライブは女性ファンが多いんですが、かなり熱くなっているファンの皆さんもいらっしゃいますね。そうですね、もう僕らが見てても興奮しますからね。もう悲鳴というよりは天を仰ぐというファンもいます。さあ今度はこちら側です。まさにラフプレーの博覧会。今度は引きが馬乗りです。ブーイングが飛ぶ、そして川田頑張れの声が飛ぶ。さあ田植えのここからの反撃ぶりどうでしょうか。さっき馬場さんのお話のように場外から今日はポイントを抑えて、そして調査ライブに攻撃を待っております。田植え日本一のハンマーが飛んでいきます。ジャンボ鶴田、馬場さん、今日は鶴田選手がどちらかというと淵、田植えを動かしているという感じですね。そうですね、はい、淵がスリーパーです。まだジャンボ選手のバックドロップ、あるいはそういうものが展開されるシーンにはなっておりません。さあ馬場さん、ちょっとスリーパーです、決まりはどうでしょうか。もう川田はね、全くいいです。川田も、さっきよりは、ね、楽にはなりますけども、さっきはバックブレカンから、ね、体勢になってました。鉄が浮いてますからね、はい、今下に腰が落ちているという感じになっています。バットについています。カウント、カウントは2、25分経過しました。さあ淵から鶴田、鶴田の大技はどこで爆発するんでしょうか。川田がちょっとロンリーバトルになってきたぞ。ブレンバスター大技か、あー導入スリーパー、同時でスリーパーです。赤瀬コールが始まりました。タイムがカットに入ります。反戦にも有効か、この同時でスリーパー、今日は仮想反戦ということで鶴田に向かっていっているでしょう。川田俊明、靴ひもで顔面こすり、よくレスラーの顔面に靴ひもの跡が、あるいは胸板についていることがあります。それほど激しいキックを彼らは打っています。右のエルボーですがやや力がありません。カウントは2、ならばどうする。田上明、早いタッチワーク、早いタッチワークです。福島サラブ円髄、田植がやや左足を負傷しておりますので、ここは鶴田軍3対2の戦いというような様相にもなってまいりました。それにしましても川田がよく返しています。ハンセンは自分のグリーンボーイ時代を知っている、このイメージをハンセンの中から、頭の中から払拭しなければいけないというふうに川田は話していました。あ、川田の目はまだ気を伺っている、口を睨んでいる。同じようにその向こうにはハンセンを見ていることでしょう。その顔にキック、川田の怒りどれば爆発するか。川田立ち上がった、川田立ち上がった、エルボー、いや平手いった、張り手いきました、振り返す、ラリアットネックビーカーのような形で打った。鶴田がすぐにフォロー、この辺のフォローは早い。ミサがある、鶴田を場外へカット、そして淵にも一撃。ジャンボ鶴田が今本部席前だ。もうすでに25分は過ぎて、時計の針は30分を目指している。田植えが出ました。
ソフトウェイキック、ローキック、ハンセンへもこのキックは有効だったでしょう。川原俊明、そして小橋だ、小橋田田植、ミドルキックを打っていく、田植胸を出して受け身を取ることができない。喉元へスマットが入ります、水平チョップが入ります。ものすごい乾いた音、強烈なチョップだ。すごいチョップ攻撃、そして最後は顎へキック、田植耐えている、田植耐えている、ラリアットを切った。しかし大相撲で重量まで張った男、なみなみならぬ耐久力を持っている。今はプロレスの第二の人生、しかし小橋がそれを許さない、反撃を許さない。やっと喉は落とし、喉は落とし。馬場さん、ハンセンは言っていましたがね、誰とでも三冠かけてやってやるよ、なぜなら全日本はみんなみんな俺を熱くする。小橋のファイト、田植えのファイトを見てるとまさにハンセンの言ったことも本当にそうですね。そうですね、まあね、みんな熱くしてくれるんですが、はい、おかみさんも熱くしてくれるんですよね。本当にね、これだけの、ね、声援があったらね、はい、選手はもう頑張らざるを得ないですよ。そうですね、バックドラップだ。お、田植えと淵が妙な力を持った通過へしてかましてきた。パンフレットには、あるいは先着100名にプレゼントされるオリジナルマッチには完全燃焼と書いてありますが、6面が6面、完全燃焼を目指してまたまたロングラン、長期戦になってまいりました。小橋頑張っている、持病の左膝、しかしその血を抜きながら頑張っているんです。小橋健太、フライングシュルダー、目指せ世界タッグ、小橋健太です。テクニシャンの縁に一歩も引けを取りません。今日2回目のローリングクレイドル、今日2回目のローリングクレイドル、さあどうだ、回ります、回ります、まだ回っています、止まらない、夢が止まらない、ローリングクレイドルが止まらない、気迫が止まらない、飛ばしが止まらない、どうにも止まらない。カウント、カウントに、カウントに、スーツが体を落ちて、カット、30分が経過しました。これまで51分45分戦ってきた、今日は30分経過。飛ばしがバックに回っている、邪魔だ、10分経っても綺麗な人間鏡、ジャーマンスープレックスホールド。開拓120年を迎えたこの札幌、まさに開拓時代、新人時代からの練習、稽古、積み重ねが今のジャーマンです。見事です。30分です。小橋です。武道館です。世界タッグです。ギロチンです。そしてムーンソルトプレスです。青春です。あー、ツートがカット、三沢が打たせる、三沢が打たせる、さあムーンソルト、アタックで返った、どうだ、カウント2押し、カウント2押しぞ。さあそしてミサートの連携、世界タッグの連携、ダイビングエルボー、そして入ってきた鶴田にもエルボー、鶴田またしても場外、さあ V スロック、ミサートの V スロック、北の都から、ミサートの熱いメッセージ、タグレにもエルボー、タグレにもエルボー、汗が1ダース打ちました、1ダース分汗が飛び散りました。またまたフェイスラッカー、またまた鳥肌が立つ、三沢の攻撃、嵐のような攻撃であります。顔は丸いが超強い、三沢、三沢落とせるコールだ、どうだ、あー、これはロープに逃れました。鶴田軍といたしましても、この黄金カード、このところは連敗しておりますので、なんとしても調査ライドに大一番負けられない。口が落ち込んだ、鶴田が膝を打った、三沢の腰を打った、さあ今日は大技をまだ出しておりません。鶴田、さあ日本一のパンチ、ハンマーが飛んでいきます。さあどうだ、ジャンピングに出た、日本一のジャンピングに出た、天下一品のジャンピングに一発で会場がどよめきます。そしてロープに飛ばす、新進かわした、読んだ、エルボー、新進攻かわしたのは初めて見たぞ、フェイスマスター、まさに強いジャンボ釣れた、史上最強の生物、日本が生んだ突然変異、バックドロップ、これを防いだ、ミサ
切れ味は世界一。バーンとかなくなった。サツキバーのようにやった。バックラップだ。まさに回収したバックドロップが復活。まさに伊沢よく返しました。この限界状況の中、伊沢この後どうする。バックドロップ連発が来る。左伊沢コール口のパンチ。水平チョップだ。馬場さん、小橋のチョップもすごいけど川田のチョップもすごいですね。そうですね、ドスンという音がします。そして現地あー川田ちゃん、先ほど三沢はかわしましたが川田は立ち上がりました。気迫でしょう、武道館でしょう、4週5放送でしょう、反戦でしょう。ロープに飛ぶジャンボックス出ない。エルボーがいった。もう一回今度やつ回した。何がある。あ、正面からリーブ上げた。ジャンボ釣れた。シシ今度は打った。今度は打ちました。いやーすごい攻防であります。そして田村明、ここは男を見せたい。ここは男を追い見せたい。 DDT いいぞいいぞ。今日の痛み明日への笑いとつながる。足痛いのによく打ってますね、田村もね。さあこれは体重がかかるぞ。ブラックマスターはいけません。ブラックマスターはいけません。顔面キック変わらとしない。あ、ボブか。足をまたまた防ぎました。顔のロープに飛ぶエルボーかわした。ラリットかわした。ノーノー落とし。これを3連打で富山で顔で OKO。 さあこの後連発して打てるか。ママさんがよくおっしゃる連発ですね。そうですね、技を積み重ね。足が痛いだけど打つパワーボム。川田のとこ言いました。男だ。監督35分経過。馬場さん、なんて言うでしょう、どうじゃなくてファンの声援が ゴーになってきましたね。ゴーという音にすごい試合。喉を落とし2発目。馬場さん、この技も田村のとっさに出た技だそうですね。そうね、いやこれはもうどこにどうなるのか全く手に予想も見当もつきませんね。本当にそうですね。誰がフィニッシュホールドを決めるのか。田植えの名は3連発か。あっと鶴田、今度は三沢スマホタックルの男性の田植え叶えた。あー、勘弁勘弁勘弁。放送席は鶴田が三沢を打っている。さあリング上は田植えと田植えと川田、口は小橋を捉えている。さあストレートプラン、ストレートプラン、ストレートプラン。反戦線体がボロボロになった。しかし体が疲れてきているのにリング上に上がると何にも感じなくなる。そうです、その心意気です。飛躍です。ストレッチクラブ、そして三沢のペースロック、小橋はスレイパー。馬場さん、この3人の絵はどうだ。すごいですね。ジャンボはちょっと近くにやっぱりでもね、馬場さん、あー馬場さんギブアップです。川田最後落としました。いや、それにしましても馬場さんが育てた6人ですよ。すごい試合ですよ。いやーもう言いようがないですね。本当ですね。三沢、小橋、武道館に向けまして世界タッグ大きく弾みをつける。田原としあき、同じく武道館反戦戦に向けまして大きく弾みをつけました。そして鶴田田植え、武道館の世界タッグ戦に向けましてあえて黄色の信号が灯ったというふうに申し上げてもいいでしょう。しかしそれをカバーしておぎりある、あまりあるセックスメンタッグマッチ、セックスメンがそれぞれ素晴らしい